稲敷市立図書館は、茨城県稲敷市にある公立図書館。稲敷市立歴史民族資料館との合築のため、郷土資料は歴史民族資料館が収集し、図書館は実用書や人気書籍、稲敷市で盛んな農業関係図書の収集を中心とし、相互に役割分担をしている。建物は、鉄筋コンクリート構造を2階建て、 建築面積は1229.86平方メートル、延べ床面積は1585.79平方メートルである。絵本コーナーは、絨毯時期、床暖房付きで、向かい側に、料理や手芸など婦人向けのコーナーを配置し、母親が本を選びながら、子供の様子を見られるよう配慮されている。館内には、広い廊下があり、ギャラリー展示に利用することができる。 1993年7月27日に当時の東村が東村立図書館として開館した。これはふるさと創生事業のアンケート調査で図書館の設置要望の多かったためである。東村が調整を施行したことで1996年に東町立図書館に改称さらに2005年東町が町村合併により稲敷市となったことで、 稲敷市立図書館に解消した。2006年3月31日に旧東町立図書館の利用カードが失効した。2006年6月1日より市内各所の公民館と書室とネットワークで結ばれ、その中核としての機能を持つようになった。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の際には、 利用者と職員が数名館内にいたが、人的な被害はなかった。しかし建物の破損、断水と地盤沈下の発生、初夏、初庫からの資料の落下等の物的な被害があり、業務の再開は公民館と書室より遅れ、5月10日となった。この際、一部の図書を除籍し、学校や稲敷復興祭への来場者に提供した。 東日本大震災による電力危機に伴い、図書館では水曜日に9時から17時までの変則的な開館時間とする措置を2012年1月31日まで行った。ありがとうございます。